ラフヒード島の位置ラフヒード島は、カナダの北極諸島の北部、クイーン・エリザベス諸島を構成する島の一つ。北緯77度26分成形105度06分に位置し、ヌナブト巡州に属する。面積は1308平方キロメートルである。近隣の島々に比べると、やや孤立した島で、エルフリングネース島とメルビル島の中間に位置する。九百十六年、 ビル・ヤルマー・ステファンソンがカナダ北極探検の途中で道トを発見した。1993年4月14日、カナダ環境省はパナアクティック・オイルズ・リミテッドに発行していたラフヒード沖に400トンの金属スクラップを廃棄するための許可を取り消した。この決定はグリース・フィオルド、レゾリュート、アークティック・ベイ、ポンド・インレットの住民が訴えた不安に応えたものである。 金属物を海中に廃棄する代わりに、ラフヒード島の上に廃棄させた場合の環境への影響を評価する研究プロジェクトが発足された。1994年、カナダ地質調査所のラリー・ニューイットと、オーストラリア地質調査機構のチャールズ・バートンは、ラフヒード島に臨時時期観測所を設立した。ラフヒード島は、地北極の推定位置に近く、 同観測所は地球磁場の短期変動を監視することを目的としている。ありがとうございます。